遅れだな。手遅れ。手遅れ。あ、だだだだだだ。骨が折れてる。それは分かってるよ。大工仕事で屋根から起こしたんだから。で、助からないってこと？さあ分からん。分からんって。屋根から落っこちる前に来ればよかったんだ。そんなこと。大丈夫ですよ。添え木して薬塗って元通りになります。大丈夫だ。骨なんか折れてない。お前さんみたいな患者は骨が折れると言ったんだ。さあ、トビキさん行きますよ。はい、次誰だ。そこの娘さん、来なさい。お前さんが先だ。やっちゃう。ちょいちょい、先生。はいはいはい、はい。こいつか、土左衛門ってな。ええ、この川に浮いてたんで驚いて。で、二人して担ぎ上げて。でもこんなに少しじゃ体沈まないっすよね。まあ、身投げは身投げなんでしょうけど。よします、身投げか。ええ、まあ。余計な仕事を増やしやがっての。身元は？いえ、まだ。でも、この女どっかで見たことがあるような。この女の知り合いはおらんか？どこの誰か知ってるもんは？あんたは旦那よく見てみろ。一応淳庵先生に。また手遅れかよ。当てになるのか、あの医者。当てになります。腕は確かです。足元気をつけてください。先生、これお薬になります。先生。おう、どうした？大事に。身投げでさ、お願いできますか？あ、分かった。すいません。身投げだってな。たもとに石詰めてましたんで。妙だな。水を吐かんぞ。え？覚悟の上だとしても。川の水をいっぱい飲んでるはずだ。あざかな。そこだけ色が違う気が。うん。ログ、脱がせろ。え？裸にするんだ。それと藤森に言ってな、酒粕持ってくるように言ってくれ。へい。いいだろう。はい。おお。やっぱり身投げじゃない。溝落ちのあたりを強く殴られて死んだんだ。それでその後川に投げ込まれたんですか？そういうことだ。殺しですか、これ？十中八九間違いない。六。小岩さん呼んでこい。へい。うまいね。振り二つだ。浮世絵もそんな風に褒められると嬉しいんだけど。そのうちよ、そのうち芽が出る。旦那、この人相書きで女の身元を。ただの口癖って話だぞ。もうあんた、 あんた死人じゃないの？ほら、やっぱり死人だよ。噂本当だよ。あんたがここの先生にかかったら助かるもんも助からないって。そうか。もう行こう。もう行くの。わかったよ。預かってまいりました。ご主人の様子はいかがかな？はい、だいぶ良くなりまして喜んでおります。じゃあ明日一番に見に行きましょう。ありがとうございます。先生。先生、私これで失礼いたします。なんだ？
先生、何ですかそのお金。藤森。はい。これはいつもの山城屋さんからのお心づけだ。しまっておきなさい。はい。うん、あ、それよりまた一人患者逃げましたよ。いいじゃないか。いつも手遅れ手遅れって言うから。患者が逃げたということは病人が一人減ったということだ。いいことじゃないか。ああ、そういう考え方もあるんですね。いや、でも普段は治療代もろくにもらってないんだから居候の身としては肩身が狭いな。その割にご飯いっぱい食べるじゃない。いや。あ、おみつどうだ。お父ちゃんだよ。うん、普通にしてないとな、何かあったんじゃないかと勘ぐられるぞ。分かってはいるんですけど。この女、見たことねえか。よく見てくれ。そうか、そうね。ご苦労さんです。うん、知らねえな。この女、見たことねえか。よく見てくれ。ダメ、全くダメ。手がかりなし。お江戸は広いしね。あんな人相書き一つで探し出すのは無理かもしれませんね。さあどうぞ。でもな、殺しとあっちゃほっとくわけにはいかねえしな。それはそうですよね。はい。那須先生よ。うん。おみつに何かあったかい。うん、いや、どうも変なんだよ。俺とあまり口聞かねえし、避けてるっていうか、逆に何か話したいことがあるのかもしれねえな。まあ、年頃だからな、いろいろあるんじゃないかな。年頃ね。男か。男ができた。え？違うだろそれは。うん、そうかな。遅くまでお父ちゃんと飲んでたんですか。いや、そんなに遅くはなかったぞ。帰ってこなかったんですよ、お父ちゃん。え、先生、先生、親分が刺された。親分、先生、奥へ運べ。はい、はい、お父ちゃん。どこでやられたんだ。万年橋の近くです。草に隠れて見つかったのは朝でした。脈が弱い、止血の用意だ。はい。旦那。先生、どうしますか。大丈夫だ、息はある。そうか。やられたのは昨日の夜遅くだ。見つかったのが遅かったから出血がひどい。手遅れ。一歩手前だよ。親分。お父っつぁん。死なねえよ。俺は。吉松、刺したのは誰だ。顔を見たのか。
多分そんな気がする。喋るな。先生、患者さんが待ってます。どうしますか、診察。今行く。お願いします。おみつ、行くぞ。どうしたんだ、おみつ。お前さん、医者になるんじゃなかったのか。勉強だ、来なさい。おみつ、行ってこい。俺は死なねえって言っただろ。お父っつぁん。おう、カズマ、吉松が刺されたって。ええ、淳庵先生の手術で血止めができました。ほう、息はあるのか。かろうじてってとこでしょうか。刺したのは女だと吉松は言ってます。女。おかっ引きの吉松が女に刺された。榊原さん。何だ。場所どこですか。上に報告しますので。かかんでいい、そんなこと。今のところ別に異常はないようだな。胸が痛むのは疲れから来てるんだろう。お薬は。薬は今のところ必要はない。胸が痛んだらいつでも来なさい。はい、おみつ。はい。次は誰だ。はい、次。ありがとうございました。はい、また酒飲んだろう。いいえじゃない、酒はやめろ。もう先生の言う通りにしてください。本当にもしょうがないな。こりゃかなり飲んでますね。ダメだな、本当にもう。おみつ。はい。井戸連れてってな。首に縄つけて井戸の中ぶる下げてやれ。はい。先生の冗談ですよ。はい、お薬はありません。いいか、ほどほどにな。すいません、すいません。はいはいはい。また来ますね。この人の住まいの名前聞かなかったの。それが聞いてないんです。聞くのが当たり前だろう。先生、初めて見る顔でしたよね。おう。私も初めて。お前さん、どうなんだい。吉松、昨日刺した女もあの女か。とどめを刺しに来たんだろ。お前さん、ひょっとしてあの女前から知ってたんじゃないのか。そうか。しかしなんだかあの女思い詰めたような目をしてたな。お葉さん、すごい、そっくりだ。旦那、この女が親分。先生、とにかくこの女を突き止めます。見覚えねえかい。そうね。おお、おかみさん。この女は見たことねえか。見かけませんね。
悪いけどこの女知らねえか。どうだ吉松の様子は。ぐっすり眠ってます。うん。先生、本当のことを言ってくれますか。ん？お父っつぁんの命。俺は死なねえってお前さんに言ってたろ。でも私心配で。大丈夫だ、お父っつぁん頑張ってる。この女知ってんのか。ああ知ってるよ。房州から先月出てきたって言ってた。おきくちゃんよ。姉さんのお園ちゃんを探して江戸へさ。おきくか、間違いねえな。ああ姉さんのお園ちゃんも私たちの仲間。でも胸やられて死んじゃった。じゃあこの女のことは知らねえよな。知ってるよ、およねちゃんだよ、私たちの仲間の。何？およねちゃん、どうなったの？死んだ。吉松に殺されたんだ。何？間違いないよ、吉松に殺されたんだ。だっておよね、吉松を殺してやるって言ってたから。だから逆に殺されたんだよね。え吉松って十手持ちはひどい男さ。榊原一馬って同心の手下でさ、私昔男に騙されてさ刺しちまった。島送りになった。戻ってきたら吉松がつきまとってきた。前をばらされたくなかったら金よこせってね。一部二部って小銭を渡すとまた次の月にまたやってくる。集金だってさ小銭だって何十人もから集めたら大金になる。人間じゃないよあの男は。吉松を恨んでるやつはこの辺りにいっぱいいるさ。あ首吊り、はあ、俺の聞いた話じゃな。真っ当に正体持とうとした女がいた。前を内緒にしてた。相手にバラすと吉松が言った。女はそれでもいいと言った。吉松は相手に女がなんで咎人になったかを話したそうで、破談になって女は首を吊った。そんな話はゴロゴロあるぜ。おみつ、先生に言われたんだが、この2、3日が山だそうだ。その山を越えられなければ俺は死ぬ。お父っつぁん、仕方ねえ、これも寿命だ。いやお父っつぁん、お前に言っておかなきゃならないことがある。おみつ、お前と俺は実は。喋らないで、死にたいのお父っつぁん。だが言っておかなきゃならねえ。聞きたくない。本当に死ぬよ。だから喋らないで。
あら、いらっしゃい先生。どうです親分。ああ、一応落ち着いたかな。勘定。はい。奉行所の方、書き役ですって。初期みたいなお仕事なすってるんですって。今はな。え、今は書き役だが。はい、どうぞ。安いな。この店良心的な店なんで。値段相応だと言ってるんだ。酒もつまみのろくなもんじゃない。榊原や秋山が通ってるというから来てみたんだが。またごひいきに。そのうち手入れが入るぞ。おそで、塩巻いておくれ。はい。来るなり店にケチつけて、挙句の果てに私にご近世の絵は描いてないだろうななんて、あの男。六さん。まあ六さん、どうしたの。先生、聞き込んだんですけど。ん、信じられない。ねえ先生。でもみんな言ってるんでしょ、脅されてつきまとわれた人いっぱいいるって。なわけねえだろ。親分がそんな人じゃねえってことぐらいみんな。吉松の十手を召し上げる。ああ、筆頭同心の浅田様から今朝伺った。お奉行が吉松のゆすりの件を知って激怒されたそうだ。お奉行がなんで聞き込みのことを。誰かが訴えたんだろう。そう浅田様が言ってる。書きますか。岡っ引き吉松の十手召し上げ。書かんでいい。十手召し上げ。お父っつぁんの十手よ。ああ、このままだとそうなる。吉松。六助、お前喋ったな。痛い。先生よ、私は思い出したんだよ。あの身投げの女、与鷹のおよねってんだよ。いいか先生、そのおよねとある男が会ってるところ俺見たんだよ。ある男ってな。およねはその男に金渡してた。そこ行って確かめてくれ。吉松、ああ、お前さん歩き回ったら必ず死ぬぞ。それにな、俺にとどめを刺しに来た女も俺がまだ生きてることを知ってる。まとになれる、おびき出せるかもしれねえ。吉松、傷が開いたらお前さんおだぶつ。先生、俺は行かなきゃならねえんだよ。なあ、なあ先生。ブラグ、行くぞ。お父っつぁん、お父っつぁん、お父っつぁん。先生、親分が。吉松は出てったぞ。先生。おみつ、皆さん、吉松はな、お前のために出てったんだ。吉松はお前さんのお父っつぁんだ。お前さんのいい父親でありたい。身の証を立てるにはそれしかなかったんだ。吉松はそういう男なんだよ。あ、旦那、吉松の命を狙ってる女がいるんだ。頼みますよ。わかった。親分、どこへ。確か入船だ。あの男のやさは。
めえか。姉さんの、姉さんの敵。何すんだよ。待て。吉松、大丈夫か。おやめ。待て。待て待て。待ちやがれ、この野郎。先生！先生！先生！お父っつぁん！おやぶ！お父っつぁん！先生！お父っつぁん！先生！お父っつぁん！どうした？これはひどい傷口がバラバラだ。もう一度縫い直し、運べ。まだ息はある。または吉松の気持ちと体が持つかどうかだ。先生、なんで、なんでお父っつぁん。悪い男だからよ、こいつが。違う、親分は私の姉さんにつきまとったの。よたかのお園よ、知ってるわよね。嘘よ。姉さんは田舎で貧乏暮らししている私や弟のために江戸に出た。親代わりで働いて働いてお店のお金に手をつけたと疑われて、無実なのにこの男のせいで島送りになった。戻ってそれからも私たちのために働いて、でもこの男はつきまとった。ろくな仕事にもつけずに身を売って、とうとう豊かになるまで落ちて、それでも小銭をせびった。俺じゃねえ、あんたよ。吉松って十手持ちはあんたじゃない。弟は流行り病で死んだわ。私にはもう何も残ってない。だからあんたを。ご苦労さんです。さあ、この男か、吉松は。いないよ、この中には。いない。六、お湯を呼んできてくれ。へい。そんな感じ。目尻をもうちょっと下げて。そうそうそう、この男よ、吉松は。間違いないわ、先生。どうだ。八八じゃねえか。八八？親分の昔の岡っ引き仲間でさ、袖の下もらって戸金をめこぼしたのが分かっちまって十手召し上げになったんでさ。ところが八八の野郎、密告したのは親分だと勘違いしやがって。あの野郎。そうか、昔の逆恨みか。お前さん、それを確かめに出てったんだな。この人じゃない。私。お前さん、この男知ってるのか。江戸に出て姉さんを探して、死んだと分かった私にこの男が近づいてきて言ったの。吉松を殺せって。おそのをどん底に突き落とした男だ。悪い男だ。殺せよ。いいか、差し違える覚悟でやれ。お前ならできる。姉さんの敵を撃てよ。やれよ。私その話を信じたの。みんなが言ったわ、吉松は悪い男だって。だから
私は無実のこの人を刺したんだ。いいんだよ、お前は悪くねえ。悪いのは八八だ。八八だよ。お父っつぁん喋らないで。おやめ。お父っつぁん。ひばり吐きつけた。はい。おやめ。お父っつぁん。お、吉松。吉松。お父っつぁん。おやめ。お父っつぁん。先生。おやめ。お父っつぁん。しっかりしろ。おやめ。お父っつぁん。旦那、大きくいませんぜ。キャロ。よかった、身の証が立って。でも、私信じてた。お父っつぁんはそんな人じゃない。立派な岡っ引きだって。俺はそんな立派な男じゃねえや。俺は昔な。吉松、喋るな。今度喋ったらその口に塗っちまうぞ。お父っつぁん、わかった。おみつ、吉松は死なないよ。本当ですか？うん。私の力じゃないんだ。吉松には死ねないわけがある。お前さんだよ。吉松はお前のお父っつぁんだからな。私にはあいつの気持ちがよくわかる。あいつの思いがな。吉松はやったか？吉松は、本当の吉松親分は生きてるよ。何？あんただったんだね、姉さんをなぶり者にしたのは。中へ運びなさい。先生、その女、助けてやってくれよな。うるさい、黙れ。お父っつぁん、喋らないで。先生よ、死なせたら承知しねえぞ。心配するな、死にませんわ。よかったよかったよかった。どうでした？ああ、大丈夫だ。あの女助かる。話はできますか？
いや、今日のところはまだ無理だな。そうですか。八八のことを聞こうと思ったんですが。その八八のことなんだがな、どうも妙だとは思わんか。え？あの八八はとうの昔に十手召し上げになってる。その男がどうして罪人につきまとってた。誰が島送りになったか、誰が島から帰ってきたか、どうしてそんなこと知ってるんだい。どうもそのあたりが妙でな。確かに調べてみます。うん。先生、こちらです。急いでください。行きます。先生、急いでください。先生、八八です。大川のたもとでうなってるところを引っ立てたんです。誰にやられたのか聞き出さないと。助けてやってください。手遅れだな。先生、言ったろ、手遅れだと。書き役の金井清之助。八八はな、大米という豊かな女を殺したんだ。だがその八八も口封じに金井に殺された。黒幕は金井か。しかしもう遅い。俺たちにはどうすることもできん。急な上からのお達しでな、金井のことは手をつけるなと言われた。金井には一切手出しをするなとな。こっちはどうすることもできん。手遅れだな。先生、どうしたんです今日は。あ、金井さん、ちょうどよかった。私も八八のことであんたにちょっと話があるんだ。知りませんな、そんな男は。そうかな。八八が死に際に言ったんですよ、すべてあんたが仕組んだことだって。いいでしょう、話してあげます。八八の言ったことは本当のことだ。私はね、柿役に飽き飽きしていたんです。代々金井の家は柿役だが、榊原や秋山のような無能な輩が大手を振って歩いている。私はね、あんな奴らに見下される人間じゃないんだ。なるほど。だからあんた八八に戸賀人のことを教えたんだ。全ては金のためだ。小銭でもいろんな人間から集めると相当な金になるんですよ。大金が毎月入る。八八に少し渡して、あとは私が手にする。それを上に配るんです。ほう。私来月昇進するんです。一気に幕閣の要職にね。上と話はついている。金の力です。弱いもんから巻き上げた金だ。泣いてる女がいる、悲しんでる男がいる、罪のない男を間違って刺した女がいる。全部あんたのせいだ。言っときますがね、純庵さん、あんたみたいなヤブ医者はもうすぐ私と直に口も聞けなくなるんですよ。金だ、金の力は絶大だ。手遅れだ。
分。私はあんたを刺したのに。なのに私を助けろって。死なねえよ俺は。死ねねえんだよ俺は。守るものがあるからよ。守りたいものがあるからよ。あんた亭主は？ああ所帯を持て。国に帰ったら所帯持って子供作れ。守るものを持て。そうすりゃわかるよ。守らなきゃならねえってことが。な。その声に守られていた。遠く離れて初めて知った。人は皆誰かを思い生きていることかみしめる。切れた花を燃える。矢車の紅。お菊ちゃん元気になったら国に帰るんですか？所帯でも持って幸せになってくれればな。私も家に帰って誰かと所帯でも持とうかな。あ、そうで順番から言ったら私が先でしょ。姉さんいるのそんな人さ。でも幸せになれたかなと思って。あ、先生さっき榊原さんが見えて噂してましたよ。あの憎たらしい柿役の家内妄想中で死んだんですって。まあ若いのに。さあな。さあってお医者様なのに。医者だってわからんことはあるさ。悪くならないうちに治療しておけばね。手遅れだったんじゃないかな。手遅れ、手遅れだ。ああ、酒くれですか。はい。